それでは Z モデラーを使ってモデリングをします。ビューポートにポリメッシュ 3D をドラッグして配置すればよいのですけれども、例えばここでプリミティブオブジェクト一つになりますシリンダー 3D を使ってみます。そして T を押して編集可能にした後、これ自体はポリメッシュ 3D ではありませんので、Make Polymesh 3D このところをクリックします。そうしますと Initialize というところでこの G モデラーが使えます。そこで最初からこの Polymesh 3D を使えばそのような余分な操作は不要になります。で、Initialize のところで今度はこの例えば分割が2にデフォルトではなっていますけれども、1にしておいて、その他球体などもありますが、ここはキューブ、立方体を選択します。今、ここでポリグループの色が表示されていませんので、ここのポリ F をクリックします。すると、ポリゴンの色が示されますけれども、ショートカットは Shift F です。このポリゴンオブジェクトを Z モデラーのブラシで選択した後操作しますが、ショートカットは B、Z と押しますと、ここに3つのブラシが現れ、その1つの Z モデラーを選択することができます。ビューポートでカーソルを持っていきますと、まず頂点に合わせますと赤い点として表され、またエッジを選択すると白い線に変わります。面については赤い線で囲まれたこのような面の選択ができます。で、それぞれの操作によってその Z モデラーのメニューが変わります。そのメニューはスペースバーを押します。ポリゴン面の場合はこのようにウィンドウが現れ、一番上はアクションを示します。デフォルトでは今旧メッシュがオンになっていますが、その他様々なアクションの選択が行えます。そこで次はエッジを選びますと、このようなアクションのメニューが現れ、それぞれの選択、例えばインサートを選ぶと、このようにそのターゲットとなるものが示されます。それを選択できます。ポイントの場合は、バーテックスとも言われますけれども、ここで、例えば今、ムーブがオンになっていますが、その他、ポイントの操作をする選択がいくつかあります。よく使われるメニューの内容についてはまた別のチュートリアルでも詳しく説明されています。今このメッシュを選択して旧メッシュを選びドラッグしますとこのようにちょうど面の押し出しのような効果が得られます。どんどん面の選択をすることでできますが、エクストルードの押し出しは押し出しでまたその効果をできます。今この面を選びドラッグしますと隣の面とくっついているところでは面が一旦斜めの面が出来上がり、さらにドラッグすれば隣の面の押し出された位置まで来て止まります。でまた逆にドラッグして後ろへ持ってきますと押し出した分が消えて元に戻っていきます。次、このポリゴンを選び、エクストルードを選びますが、やはり旧メッシュと同様、ポリゴン面を放線方向に押し出すことができます。旧メッシュと違って、この場合は斜面のようなオブジェクトはできません。このところが旧メッシュとエクストルードの違いです。次は、インセットの機能について示しますと、面を選びドラッグしますと新たな小さめの縮小版の面が作られます。そして新しいポリゴングループもできます。今は一つの面についてやりましたけれども、複数の面を選んでやってみます。
そこでポリゴン面を選ぶにはオールドキーを押して左マウスでクリックしますと白い面として表され、新たなポリゴン面のグループとして示されます。そしてそこをポリグループオールにし、一番下のインセットリージョン、これを選択してドラッグしますと、2つの面が合わさった形でのインセットが作成されます。インセットイーチの方を選びますと、このようにそれぞれのポリゴン、面がインセットされて作成されます。ポリゴン面をもう一つ選んでみます。そして新たな面を次々とクリックすることで同じ白い面が得られますが、一つのポリゴン面、今これ緑ですが、これをクリックしてオールドキーを押して白に押した後離してシフトをします。そうすると元のベージュの色に戻ります。この状態で他の色のポリゴン面を選んでクリックするとその色のポリゴン面ができます。ここでポリゴン面を一つ選び、今度はデリートを押します。そうすると一つのポリゴン面が削除されます。今ここのディスプレイが向こう側の面が見えなくなっていますので、ディスプレイプロパティの中のダブルをクリックしますと全部が見えるようになります。この状態では全て見えるんですが、ダブルがオンになっていない状態では、ビュー側からして放線方向が向かっている面のみ表示されるということがわかります。で、今オフにしていますので向こう側は見えないのですが、ダブルを押しますと全体が見えます。その他のポリゴン面の操作についてですが、今一つのポリゴン面を選び、ムーブを選びます。そうすると、ポリゴン面がその方線に向かって動きます。上の面でありますと、このように上の方に動きますが、周りのポリゴンも移動させることがわかります。次にスケールですが、やはりポリゴン面が大きくなったり小さくなったりしますが、周りのポリゴンも変形させます。次にエッジを選んでみますが、エッジをこのように選んだ後、白い線にしてスペースバーを押します。そしてよく使われるのはインサート、そして下の方のシングルエッジループを選びますと、カーソルを持った位置で一つのループ、エッジを作ります。クリックしたまま移動させますと、その位置を任意の位置に作ることができます。今度はマルチプルエッジループにしますと、ドラッグしますとこのように複数のエッジラインが示され、さらにポリグループが2つの種類で分けられていることがわかります。もう一度アンドゥを押します。今、ここに一つループを作りましたが、マルチプルエッジループでやりますと、最初のクリックでそのエッジの中間にループを作ることができ、さらにドラッグすると複数のラインができる。こういう利点がありますので、真ん中に最初作りたい場合は、この選択をすると良いかと思います。エッジループを消去する場合ですが、インサートシングルエッジループを選び、カーソルを持っていて、エッジを選びながらオールドキューを押しますとそのループが消えます。今、救命士でこのように押し出しをした後、エッジループを一つシングルループを作成します。そしてもう一つ面を選んで今度はデリートします。そうしますとポリゴンの表面の穴が開いた状態になりますが、もう一つのポリゴン面をデリートして、ダブル表示にしますと、このように面二つが穴が開いた状態になっています。そこで今度はブリッジを使ってこの穴同士をつなぎたいと思いますが、エッジを選び、ツーホールを選びます。そして、一つのエッジを選び、それと対応するエッジを選んで、クリックしますと、このように、今はまっすぐの状態でブリッジされたオブジェクトが出来上がります。
今は直線的なブリッジでしたが、今度はそのままカーソルクリックを離さずマウスをドラッグしますと、このように、ラインの数を増やし、そして縦方向に動かしますと、このように曲面を持ったブリッジを作ることができます。これはエイジのツーホール機能ですが、もう一つ、例えばこのポリゴン面を一つ削除します。そしてエッジを選びますが、今度はエッジ図を選び、エッジを一つ選び、穴の開いている反対側のエッジを選択しますと、この穴を塞ぐようなブリッジ機能を使うことができます。では、ポイントモードを選び、ポイントを選択しますが、この時、エッジループを少し追加して、このような状態にして、ポリゴン、ではなく、ポイントを選びます。そしてスペースバーを押しますと、ここでよく使われる機能として、ムーブがありますが、このムーブを動かしますと、このように、ポイントが移動します。今度はデリートをしますと、このように、ポリゴンに穴が開いた状態になります。アンドゥをして戻した後、今度は、スライドをやりますと、先ほどのムーブとは違って、今度はポリゴンのラインに沿った移動をすることができますので、ポリゴンの形態を変えることがなく移動させることができます。スプリットですが、このようにクリックしまして、ドラッグしますと、このように円心状に多角形を作ることができます。このほか、Z モデラーを使った操作を示してきましたけれども、このブラシ以外ももちろん使用できます。例えば、ムーブツール。これは一般のムーブツールですが、もう一つ、ムーブトポロジカルというものがありますが、これの違いについて説明したいと思いますが、そこで、このサブツールの中のアペンドを選び、星型のこのポリメッシュ 3D を選びます。で、そちらを選び、今度はダブルをして移動モードにした後、少し離れたところに位置を変え、回転も加えて、このような状態にしておきます。これを一つのサブツールにするために、上の方のものを選び、下をマージダウンを選ぶことによって、一つのサブツールにすることができます。ここで編集モードにした後、ムーブツールを使いますが、一般のムーブツールを、今これサイズを変えていますが、上のスライダーでサイズを変えることができますが、ショートカットは S を押します。S を押しますと小さいバーが出ます。またその他、スペースバーを押しますと、このように一番上にスライダーが現れます。で、そこで早速この一つのポイントを選んで動かしてみますと、この丸い赤い円の範囲内にあるポイントも伴って動きます。そこでムーブトポロジカルをやりますと、円の範囲にあっても分かれたオブジェクトのポイントは動かないという特徴がありますので、この一般のムーブツールとムーブトポロジカルの近いを使い分けることができます。コントロールシフトを押してセレクトレクトを選びますが、これを使っても操作することができますが、例えばコントロールシフトでポリグループを一つクリックしますと、それが消えたり、また違うところを表示したりと、こういった操作は一般の操作と同じであります。それからコントロールシフトを押して、今このいくつかの違った選択モードがあります。このようなトリムカーブ、あるいはスライスカーブ、こういったものはポリグループを分けるという機能があります。シャープなラインを作ることができます。マスキングもコントロールをし、何もないところでドラッグしますと四角形のマスクが作られ、それでマスクされないところだけを操作したい場合は、ムーブツールで例えばこのように操作することも可能であります。こういった機能はいろんなところで今後使っていくことになります。